西そのぎ半島の位置、スペースシャトル標高データ使用。長崎半島と西そのぎ半島のランドサット衛星写真、スペースシャトル標高データ使用。西そのぎ半島は、九州北西部、長崎県域にある半島の一つ、西比半島とも呼ばれる。九州北西部の長崎県域のうち、九州本土域では、北松浦半島が北へ突き出し、 その南では逆万字型に、西園木半島、長崎半島、島原半島と三つの半島が突き出す。西園木半島は三半島のうち北西に突き出した半島である。半島は周辺部も含め長崎県に属する。市町村は、再開市、長崎市北部の三重、外目、近海地区、及び西園木郡都議町の西一町が、ほぼ外島する。 ただしどこまでを西園木半島と見るかは人によって違い、半島の付け根部分にあたる西園木郡長与町、諫早市、長崎市式見、福田地区などを含む場合もある。張尾瀬と張尾島、廃棄瀬とを挟んで九州本土に向かい合う。東岸は大村湾、北岸は佐世保湾、西岸は五島どに面する。 なお五島灘の西園木半島南部から敷見、福田までの沿岸部は特に相撲灘と呼ばれる。各海域は南の東、シナ海へつながる。全体的には V 時刻が多数刻まれた隆起順平原である。五島灘に面した西部の海岸は断層崖で各河口に小規模な平野と入り江があるほかは切り立った断崖が続く。一方、大村湾に面した東岸は リアス式海岸で、入江や小島が多い。南部、中部は、結晶変岩主体の長崎変成岩類からなるが、北部は、玄武岩室の溶岩台地で、中、南部より標高が低く、起伏も少ない。大積岩からなる部分は少ないが、五島どの各島における炭鉱や七、津川昌入洞などは、第三基礎である。中央部には、 標高561メートルの長浦岳を最高峰に、飯森山、丹波山、三方山、河市岳、白岳、国蔵山などの山が連なる。半島の全体にわたって200から400メートルほどの丘陵地が広がり、それらは徐々に標高を下げながらも、海岸まで迫る。平野部は、各河川の下流域に沿ってわずかに広がるのみである。 主な河川は、上浦川、雪の浦川、平川、伊佐の浦川、木場川、大民寺川、西海川などがある。最大の雪浦川は、延長 12.9km、流域面積55.7平方 km に達するが、長崎県内の河川の例に漏れず、山間部の渓流が中流域を経ずそのまま川口に繋がるような小河川が多い。東。 シナ海を北上する津島海流の影響もあり、気候は温暖で、年間降水量も約2000ミリメートルほどと多い。本来の植生は、シーカシ類からなる商用樹林だが、植林による杉日の木林に置き換わった山林も多い。海浜植物はアコウ、浜びは浜棒、浜ウ,ウ、ツルナなどが各地の海沿いで見られる。優れた。 自然景観から、長浦竹西側斜面に花が咲き県民の森が整備され、周囲の当初も含めた3065ヘクタールが、西園木半島県立公園に指定されている。九州自然歩道に指定された道もある。各地の川口周辺に、反半応半漁を起源とする集落があるが、半島中央の山間部では、開拓集落もある。室町江戸期には、 キリスト教が布教されたが、外目地区ではその後の迫害により、五島列島へ逃れたキリシタン住民もいた。江戸期に捕鯨産業、明治昭和期に石炭産業が栄えた時期もあったが、20世紀後半からは長崎市や佐世保市へ通勤する人が増えた。平地に乏しいためだんだん畑が多く、上浦の大中尾地区など棚田が作られた地域もある。 みかんぶどうさつまいもスイカなどの栽培が盛んである。また中央部の産地を中心に畜産業大村湾では新珠養殖も行われている。かつてはイノシシによる農作物被害が起こっていたため各地の山中にはイノシシの侵入を食い止める目的で作られたイノシシガキが見られる。2000年代に入って再びイノシシ被害が顕著になり問題となっている。西部 北部の海沿いを国道202号、東部の海沿いを国道206号が走り、長崎県道や広域農道が各所をつなぐ。佐世保方面には西海橋、新西海橋がかかり、大島、先都には大島大橋がかかる。半島部では長崎自動車及び西海交通によるバス運行が公共交通のメインである。先便は松島、池島、古島、 佐世保、大村などの航路がある。鉄道は、長崎本線が、半島の外れの長与町長崎市中部域、大村線が、リ尾島を越えた佐世保市街地近郊を走るにとどまる。ありがとうございます。